オッケー、できた。うん、よいしょ。これは全ての RC ノイドに問いかける、アディクションリアルグレード第9弾トヨタ GR86 パンデムのテスト制作のドキュメンタリーだ。アディクション創設者真空成形流横滑り掛け算創始犯が語る。お侍さんがおる。ん、なんでござるか。掛け算先生です。なんでござるか。お疲れ様です。カート出た。さすがは掛け算。何の用でござるか。掛け算先生が呼んだんでござる。助けてたもん。お疲れ様です。お疲れ様で。どうしたんすか、どうしたんすか。今日はですな、はい、わし忙しすぎて、はいはいはい、手が痛い。助けてたろ。助けよう。ということで、はい、事務所入ってこられ、行きましょう。事務所に入ってこられ、行きましょう。しかもカーツをしても、はい、カーツをしても、ということで、はい、まさかそうでござるよ。はい、できたでござる。いや、よかったです。苦労しまして、本当に苦労しまして。はい、あ、無理や。無理だ。おい。こうなります。あ、大失敗。あ、お、どう。あ、できた。できた。やったー。はい、はい、よいしょ。はい、こちら GR86、はい、パンデムですね。はい、パンデムの GR86 でございます。お待ちかねですよ。皆さんお待ちかねですね、はい、フロントの顔面、おお尻の下のディフューザーの部分、そしてメインのボディ、はい、ここに対する付属パーツ、パーツ、はい、ライトパーツであったり、はい、サイドステップフェンダーですね、はい、こういったものが、一つになって、ちょっと今は実はリアウィングがまだ間に合ってないんです。はい、でここにまたリアウィングも足されるんですけども、はい、それらが入っております。はい、はい、しっかり用意しました。はい、用意しました。この形ですよ。ですよ、はい、ちょっとまだ透明やからね。かなり掘りましたね。掘りましたね。はい、はい、あのザクザク掘りましたね。匠の技ですねこれ、はい、掘って掘って掘り倒しちゃったっすね。これとかね、パンデムの今回のサイドちょっと特徴的でした。再現してますね。すごいからね、このサイドステップね、小指入ってこれ、えぐれてるね。えぐれとるね。えぐれとるね。えぐれとるね。ちょっと皆さんに謝らなあかんのが、前のフェンダーであったりとか、はい、ちょっとハイグレードチックに最近は全部つけてたんですけど、はい、どうしてもこの僕はこのフェンダーとサイドステップにこだわりを持ってて、はい、実写と全く一緒にしたかったので、うん、ここはちょっと切り離してます。はいはい、なので後付けなんですね、フェンダーと。何がしたかったかというと、後ろ景色絶対見したかったんで、はいはい、ここですね。そうなんですよ。抜けてるところ、ね、これが抜けてるところが非常に特徴的なのと、まあダクトじゃなくてここの給油口がものすごい深く、なおかつさっき言ったここも深かったので、はい、これをもう別体にしてしまおうと、はいはいはい、でつけたらまあできるよっていう状態なんですけど、はい、もうすごいフィッティングもいいですし、今やってみましたけど簡単にできてます。うんうん、新しい試みをしました。なんとバンパー、リアバンパーは一体になってます。あ、そうですね、ここはここ、はい、なんでライト類リアバンパーとかここはもうボディの本体と全く一緒にくっついてます。はいはいはい、なんでその分皆さんがちょっと作業楽になっちゃうんじゃないかなというところで、フェンダーだけ許してねと、はい、でこれだけでは、ジャパネット吉岡ちょっとね、はい、まだもう一声、ジャパネット先生の、そうなんですよ、はい、サービス精神が、ちょっと待って、今回はこちら、今回はこの黒く塗った、はいはい、これ、分かりやすく黒に塗ってるので、もともと透明は透明なんですけど、そうですね、どう、はい、切れてます、なんと、切れてます、この穴も開いてる、開いてます、ぶち切れてます、なんと、穴も開けちゃいましたと、そうなんですよ。
私の作業が増えるだけです。これちょっとラジコンボディではね、初の頃みたいな。そうですね、もともとこうやって抜けてるというのがなかなか、はい、前もですか、まあ、前のこの頃抜いたパーツももうついてあるの見てまえとね。 あとはライトパーツ類、はい、まあ、こういうふうに抜いてるんですけども、はいはいはい、これ結構簡単にですね、はい、ブシューと、まあ、これはさっきの別のパーツ、このサイドのところだったり、はいはいのね、前の金戸ですね、はい、もうちゃんとついてますし、ついてますよと、はい、で、なんかここのちょんまげ、まあまあ、アンコなんですけど、あ、これが、はい、ここにもおるんで、はい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 、ちょんまげもついてます、はい、ちょんまげ、ちょんまげ、マジだー取ったぞーあ、ちゃうちゃう、で、はい、毎回、はい、リアルな、はい、ラップアップさんから提供しますので、でね、ラップアップさんのこのデカール、はい、これも 3D で、そうなんですよ、この中がもう今回すーげえこだわって、これ金かかってるよこれ、はい、ちゃんとトヨタのエンボイももちろん入っております、はい、GR86 も入っております、ね、これ合わせたいからのでね、ちゃんとうちトヨタのちゃんと商標取ってます、商標取ってますよと、はい、あとホイールベースも 258mm なんで、はい、皆さんそのラジコン絶対使えます、はい、で幅このままでしたら193、195、195、はい、はい、でも、はい、じゃらーん別付けのペンダーモールをピロ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 と裏から貼るとフロントもこうやっておるねんで、フロントも増えて200と。でこの後に川端選手、はい、中貸してもらっててですね、はい、スポンサーさせていただいてるんですけども、はいはい、それのデータも、今手元にありますから、はい、それのステッカーも発売します、はい、年内には絶対出ると思いますので、それを貼っていただければ、はい、もう一緒に貼ってもらったら、はい、もうその通りになるような再現実がやってます、はい、なるほど、まんま実写のデータそのまま使ってデータのステッカーなんで、はい、ちゃんとアートファクトリーさんから完璧ですね、はい、ここまで至れり尽くせりの GR86 ですね、10月頭に発売しますので、はい、皆様よろしくお願いします、はい、じゃあバイバイでござる、じゃあ作ろう、それでは拙者はこの辺でドローさせていただきます、ボヨヨン今回もねハサミのマークついてるからめっちゃカットラインが分かりやすいです。今カッターでシューってこうなぞっただけ、あとはこうやって折り曲げてシューって抜いていくだけ、はい、こんな感じで、はい、よし急ごう、よしマスキングできた、かけちゃんに塗ってもらおう、よし、かけ算先生マスキングできもう取ってんの取ってんのマスキングできた、よっしゃ塗って、落としに塗らさせてください、そうですね、はい、これ、ここ黒くないせんで、え、ここ黒くない、そこ表から行きます、はい、はい、もうね、時間短縮で、そうなんですよ、もう短縮で、はい、今日中に仕上げなあかんからね、はい、最低限のマスキングで、それでは、掛け算先生のタミヤ管塗装やります、はい、まあやるって言っても別に大したことありません、はい、これがスプレーですね、はい、タミヤのスプレーがよく皆さん手に入ると思うんで、タミヤ缶で今回やっていきたいと思います、はい、よく振る、おい、1ポイントですね、これめちゃめちゃポイントです、はい、これぐらいで終わっちゃってる方が非常に多い、めっちゃ振ってください、はい、もう一個ノズルをコリコリしといてください、あは固まってる、絶対ここは固まってくるので、はい、どういうことって言ったらこれが多分たまにダマみたいなの出てきてそれをこう全部これが原因になって、ね、はい、で、はいはい、必ず外に1回出してからやりましょうね、缶スプレーある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 で、はい、これを拭くときに、はい、近づけすぎない、遠くしすぎない、はい、わかります、はい、で一発目はあんまり拭かないでこんな感じで一方向でこんなんでいいです、まあ続けするつもりで終わり、まず一回終わろう、こっかぴゃって拭いちゃうもんね、十分乗ったんですよ、うん、はい、これでも1回目はもうまずこれぐらいにすると、はい、で短縮にするためにドライヤーなどでもいいんで必ず1回表を温める、うん、
裏から先にドライヤー当てると熱でギューってマスク浮いてきます。熱がかかった方が縮む、塗料も同じで熱がかかった方が縮むんで一回取っちゃうんですよね。で表から温めてあげるとこっち方向に引っ張られるんで、まずマスキング浮かない、で塗料もあのベローンってなりにくくなるんで、塗料の引っ張りがなくなるんで、まず表から軽く当ててあげて、で本乾かしで裏をやってあげると、はい、マスキング浮いたっていうのは比較的抑えれます。はい、その次は入りにくいところから先塗りましょう。もうすでにここが入りにくいですよね、こういうところに角でこういうところ角度を変えて、その時はスプレーをちょっと近づけます。で入りたいところの隙間に狙ってスプレーをこう入れていきます。ポンとポン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 、はい入りました。ポンポン、ちょっと危ない、大丈夫でござるよ。ポンポンポン、ほらこれだけでさっきの入りにくかったところがもうすでに入っていったんで、そこからまたあの重ねていくと色ムラもなくなるし、あの綺麗に塗れると思います。天井なんか絶対台座塗っても綺麗に塗れるんで、こんな感じで一方向塗っていってあげると、ほらこんだけ見えたよ。これでもあのやりすぎないように注意して乾かしつつ、ここからが、もう3回目になるので、まあ、多少厚く塗ってももう大丈夫です。こんな感じでね、で角角ほらムラなくしやがったでしょ、だいぶ、もう垂れないんで絶対に、まあ、しつけとかは関係なく、関係ないですね。シルバーはじゃんじゃん塗っていきましょう、きましょう。あとまあ夜を塗るのはおすすめはしないです。そうやね。ここはまあ勾配が明るいから白いね光があるからいいけど、なるべく白い光の下で塗る方がいいですよ。お家とか皆さん暖色系のね塗料あの。お、G で塗った。これ。あのやろ。さすが。掛け算先生の素早い動きが。危ねえ。侵入を許してしまうところだった。残像してた。邪魔が入った。邪魔が入った。掛け算先生、掛け算先生の集中力が。本体じゃあシルバー OK ですね。OK ですね。よし、じゃあ黒のマスキング剥がしてよ。はい、剥がしてください。あと他のシルバーの裏っちお願いします。よし、黒の部分マスキング剥がした。で窓枠はもう表のフィルムをカットして表からいきます。はい、まあ製品は版は窓枠のマスキングもつけるんですからね。はい、つけますね。はい、今これちょっとテスト試験的に作ったやつやから、これも窓枠ね表からいってます。あとこの辺ならいけてるはず。よし、じゃあ掛け算先生に黒最後言ってもらおうかな。うぜよ、言ってもらおうかな。かっこいいな。さあ掛け算先生最後の黒言ってみましょう。おっす、でん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 、黒いきます。誰かにバレたらいいのにな。もう黒はルンルンでシャシャと、もうシャシャと意気揚々と、意気揚々とわけあいあいと、はい、一応表から拭くときに手が触れてたと思うので、うん、軽くパーツクリーナーでこうやって拭いてます。ね、パーツクリーナー、パーツクリーナーってティッシュ染み込まして、表から拭くときはちょっとこんな感じで、そうですね、ちょっとクリアを拭いてないんで、ちょっとだけしっぽくするためには距離感を大事なんですよね。ふわっとね、ふわっとふわっとふわっとということで、はい、塗れました。入れました。はい、これで保護フィルムを剥がすとですね、はい、しっかり窓枠ができていると思いますよ。はい、細いとか入った後ろ入ったよ。どうどうどう、おー、これね
ちゃんと細いところもね、細いところも入ってる、マスキングと、しっかり段差があるので、はい、できるいいですね。これはね、ご自宅にある乾燥炉に入れておきましょうね。自宅に乾燥炉はないでしょう。40度に設定して、あとは設置をして、あとはもう乾かすだけでございます。顔フェイスいいんじゃないですか。ナイスフェイス、ザクレロみたいで、あのね、幅の広い方にするからこのラインでカットします。どんなもうちょっとやな。かっこいいものを作る影井よしおです。なんかなってるよ、電話で電話出てよ、やがしゃい。こうカットして内側からはめ込む、こんな感じ、ね。でね、こっち側は給油口があってこんな感じで、ここビューってえぐった感じ、はいですね。よし、掛け算先生、こっち OK です。汎用性を持たせるためにちょっと専用設計ではないので、はい、あのカットするときは思いっきりカットしてください、はい、カットカット、まあ、調整してください、はい、ね、でフロントも今ちょっと調整終わったんですけど、はい、まあ、ちょっと保護紙で見えにくい感じだけど、こんだけ増えてるんです、この黒い部分見たら分かるかな、お、ね、が増えてるんです、出てる、ね、こことバンパー貼った後上からフェンダーを貼るという、うんうんうん、まあ、もちろんカットは先にしておりますけど、うんうんうん、そうしないと貼りにくいので、うん、そういう先に気をつけてくれたら、うん、あまりここは段差が生じなくてしっかりフェンダーが貼った状態になります。こっちはちょっと綺麗に来てるんで、こっち見たらいいけど、感じで ね、うん、さて、はいはい、テールランプなんですけど、はい、このようにマッキーがマスキングしてくれて、はいはい、しっかり色、実際もここも真っ黒なんです、別に半透明とかではなく、うんうん、しっかり黒が入ってるんですね、はい、で、テールどっち柄貼るのっていうことで、うん、みんなさっき悩んだと思うんですけど、こっち見てください、これ表から貼ったバージョン、こっちが表から貼ったバージョン、はい、でこのように細かく分かれているので、はい、まあ、もしあの黒使うんやったら使ってくれたら、はめ出たところとかに消すのにもちょうどいいし、うんうんうん、まあ、局面もしっかりこうやって貼れるので、うん、表から貼ったとて別に違和感はないと思いますよ。そうですね、はい、ここの辺もこの辺が分かりにくいと思うので、うん、まあ、できたら表から貼っていただいて、こんな感じですね、でこうやって詰めたらこんな感じになるので、はいはい、良い感じではなかった。いいね、いいね、はい、よかったらいいの押してください。いいね、ありがとうございます。はい、待ってる。何時今、まあ、今1時半です。やっちゃって、はい、ナチュラル、はい、ここのフェンダーの取り付けの際の気をつけてほしいところは、のりしろのパーツここまで実際にあるんですけど、うん、これ中に入る、はい、けどこっちののりしろ表に折る、そうですね、ってことは交差しないダメなん で、 そうです、ね、交差するところ、しかもこれものりしろ、はい、ということは交差するところの航路を考えると、うん、まあ、これ上に来るのに、うん、これ上に来るのに中いますよね、うんうん、ってことは無理あるやんなんで、うん、避けるようにこれを切っておいてほしいんです、うん、なんでどこ、このここら辺を避けるようにね、はい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 、避けないとここにも糊しろが折る状態で行ってしまうと中に入んないんで、はいはい、これが折るからね、うん、だからそこを考慮してこの辺をカットしておいてください、はい、でどう貼るとかというと、ピニャって曲げながら差し込むという、で差し込んだことを上にかわしてこんな感じで、ここをこう止めると、で止めた後表をここ止めると ね、はい、そうすると綺麗になります。先にここを接着してからあとでここ接着剤流し込む作戦ですね。もうすでにウイングもついとる、いつの間にかつけときました。おお、マフラーもついとる、いつの間にかつけときました。これどこのマフラー、アールスイートえっ、アールシアート、アールシアート、3時でも第3次です。ちょっとお前ガッガーッと早くやってダメー、早くしてもう終電なくなる、早せな、ごめん、おお顔が来たよ、
マグネットで止めて、で今日よく歌うね。ずっと12時回ってからずっと歌ってるね。そうね。何度も青あざまれていたの。残ってる。早して。トサカ。トサカここで合ってんかな。トサカトサカトサカ。トサカをつけると電波いけたんちゃう、これいけたんじゃね、だよ、はあ、お12時間途中で飯食いに行ったから4時ですわ、はい、10時間ぐらい、そうですね、はい、まあ、大体10時間はかかるんかな、2人で分担して10時間なので1人でやったら12時間ぐらいかな、そんなもんやね。まあまあこのボディ時間かかるね、うん、うん、ちょっと初めて作ったからね、余計やな、はい、2代目3代目ってなったらもうサクサクいくでしょ、サクサク、もう俺分かったもん、分かった、分かったもん、おーらおーらおーら、設計者の気持ち、いや、あなたが作ったんでしょ。4時です4時です、無事期明るくなってくるっすね、4時です。ヒロシですよ。もう眠たくて前がミュートです。はい、4時です、いけました、よし、剥がすしかない、剥がすしかない、剥がすしかないですね、うん、では剥がし式を、もうすでにかっこいいけどね、そうですね、うん、明らかにかっこいいですね、うん、どうしましょう、どうするもこうするも、一応皆さんがつけるであろうフェンダーはつけました、うん、消えてると、これで200ミリになりましたので、ちなみにこの辺はビス止めしてますよと、そうですね、これは ABC のフェンダービス、 ABC のフェンダービスいいよ、はい、何本いったかな、1、2、3、4、5、6、まあつけた人はどんどん、まあ、一袋当たったりよね、15袋当たったこの子も当たれるんじゃないのかな、おー気持ちいい、おーちょっといい、よいしょ、仕上げはお母さん、今日よったね。始まった剥がして、うん、ゴミがいっぱいつくんです、そうですね、ちゃんとやらんとね、はい、4時やからね、バスティックね、いらんのよ、こもれかバスティックよいしょ、ガードブルも忘れてるわ、忘れてるね、さすがリアルグレード、おーおいおいおい、ディフューザー周りもいいですね、うん、こういうチョボもついてるけど、このチョボも多いからね、チョボが大事ですね、うん、ここでね、燃費よくなるんで、あ、そうなんや、そうなんや、もうほんま、この辺が燃えってなるわ、燃えってなるね、うん、ここ見てください、ここ、最高、うん、燃えポイント、燃えポイント、もう受けたい、窓がもう受けたいって、おお窓がバスケ剥がしていますね、絶妙な窓枠、さすがマッキーいい仕事するね、あ、ここか、どこや、ここか、いろいろ、おお窓っぽい、窓っぽい、うん、まあね、はみ出たところは後で綿棒でキュッキュしましょうね、分ですね、ここに、ね、ここにちゃんと貼る場所が、はい、ポコッとちょっと膨らんでるので、膨らんでますね、はい、これをね、はい、貼りましょう、はい、光に照らしながらね、あそこから出るかなってくるのもいいじゃん、はい、ありました、てってれーてってれー、はい、完成、あ、もう直せるな、あ、もう一個か、GR どこ跳ねたか、これ、え、実写そこに止まってるか、見て行きますよ、見て行きます、見に行きます、ちょっとね、実写がね、そこに止まってるからね、見に行きましょう、ここに貼ってますよと、はい、ということで、ということで、これを貼りましょう。
入りましょう、そのまま入りましょう。よいしょ、どかったねということで、うん、この辺にかかった皆さん、こういう通行日のやつを、はい、こうなんで550円。そうそうそう、おお、はい、来た、はい、オッケー、できた、うん、あ、よいしょ、はい、あ、1個貼り忘れてた、これ貼り忘れた、あ、ほんまや、これ貼り忘れた、ここに付属してますんで、はい、いいでしょ、ケツを、ケツとケツ、まあ、一緒でしょ、はい、一緒でしょって言って一緒やねん、いいでしょ、データ通りですから、同じ車やってます、オッケー、今回も素晴らしい完成度の GR86 パンデム、まもなく世に送り出されるだろう。最後にアディクションから重大発表だ。うん、できた。 RC ノイドの諸君に問いかける。疲れした。なんと今日はこれも出荷したという。明日明後日には皆さんの手元に届くと思いますのでね。うん、もうそんなんやね、はい、もうそんな感じですね。まあ、これもまあ一種の記念みたいなもんなんでね、うんうんうん、またあの限定販売になってますから、うん、よかったら皆さんお手紙に取っていただければ幸いでございます。はい、いやいや、かっこいいのできましたよ。そうですね、どうでしたか。私なりにはいろいろ分かりやすく説明できればなと思いながら、うん、言葉足らずなところもあるでしょうけども、うん、まあ、お分かりいただけるようにこのようにこだわって作っております。うん、誰にでも作れるわけではないかもしれないんですけども、比較的時間をかけてゆっくりでもいいんでやっていただければできるような商材になってますし、今回カットラインももっと分かりやすくはできるようにしたし、なるべくリアバンパーつけたり、元から消えてるようにしたりとか、そういった努力もしてますので、いや、アディクションボディ作りにくいな、無事値段高いなとあると思うんですけど、よかったら手に取っていただいて一度作っていただければ、なんとなく私のこだわりも分かっていただけるのではないかなと思います。なので怖がらずに、うん、ぜひともボディをチャレンジしていただければ、うん、よかったら、うん、これを機にですね、うん、GR86 を手に取っていただいて、うん、やっていただければ、はい、そのように私のこだわりも分かっていただけるんじゃないかなと思います。はいはい、でこれからもどんどん展開していきますし、うん、リアルグレード、うん、今回で実は9代目です。9代目やね、はい、10代目決まってます。お、はい、うん、もう発表していいのか分からないですけど、10代目は箱スカです。おお、言っちゃった、言っちゃった。ほう、もうパンデム、もちろんパンデムですね。ほう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 、パンデム箱スカ、箱スカ行く、はい、これが、この冬には発売されますし、なんとリアルグレードなんですけど、うん、ホイールベース2600です。おお、なんで2600ホイールベースやから皆さんそのまま合うんですけど、箱スカのリアルグレードってなったら1個問題があって、うん、ものすごい幅が細いんですよ。お、当時の車ってすごい細いので、うん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 、160何本とか170ぐらいな車なんですね、箱スカって。それの2600を無理やりラジコンって195とかにして2600ホイールベースが持てるんで、横がバーンって広いっていうね。そこをパンデムのエアを組むことによって、あの辺だってもう片側10センチぐらいできるんですよ。 TMR のタコスター見てまた分かると思うんですけど、あの仕様なんで、それをリアルグレードにすると多分幅が195ぐらいになるとになるはずなので、今のところそれで動いています。なるほど。実はリアルグレードを10代目になる時に発表しようと思ってたんですけど、リアルシャーシも作ってます。お、お、言っちゃった。これも言っちゃっていいと思ってます。おう、今年の RCDC である程度形にはなってると思うので見せようかなと思いますけど、実はもう3年ぐらい前から作ってるんです。ほう、はい、うん、3年ぐらい前から作ってて、うん、まあ、いつ発表しようかなと思いながら世の中の流れをずっと計画してたんですけど、うん、まあ本当は本当にリアルの写真モノコックフレームになってるし、うんうんうん、実はモーター1年かけて作ってます。モーター？モーターもできます。へ、もう実は手元にあるんですけど見せれないから、うんうんうん、そんな方法を僕見せようと思ってないんで、うんうんうん、やってはいるんですけど、まあ、最近モノコックフレームの写真とかもちらほら出てきてるとは思うんですけど、うんうん、どうしてもラジコン基軸なので、うん、リアルでは全くないんですよね、うんうん、それではないと思ってるので、ちゃんとボンネットも開くし扉も開くし、うん、モーターちっちゃくなってるんですよね。うん、今の皆さんが使ってるサイズとは全然違います。うん、だからエンジンルームにすっぽりモーター収まってます。うん、でダンパーもこんな声みたいなダンパーで、うん、ちゃんとストラッとなってるし、うん、でホーシングもそのもちろん作りますし、
あのその辺全部リアルにやってます。でホイールタイヤ全部リアル。へえ。それを10代目のボディ出すまでには何とか形にしようとして動いて、3年ぐらい前からやってるんですけど、まあうまい報告ができるかなと今そろそろあのできかけてはいるので。なるほど。エンジンルーム開けたらちゃんとエンジンっぽいのを言っちゃってるやん。ノストラットなってて本物がフレームやし、うん、それをな安く出します。もちろん、うんうんうん、はい、安くなるべくあのチープに作って、あの改造できる範囲をものすごく広くしてます。で、あのオプションパーツで儲けさせてください。ぶっちゃけもう本当にオプションパーツで僕は儲けたらそれでいいと思ってるので、あのフレームも FRP とか簡単なフレームにしてます。うん、後々カーボンとかもちろん出しますけど、うんうんうん、まあ本当に最終結論で言うと鉄板おほんま鉄板のプレス、はあ、でやりたいんですけど、まあそれは別に全然もう先々もっと先の話なんですけどね。うんうん、であのそのリアルシャーシーってなんでモーターちっちゃくしたかとかいう話もあるんですけど、うん、ミッションちゃんと作りたいとか、あのクラッチもつけます。変速クラッチじゃなくて本当のクラッチをボロボロボタンでピピってやったらパンって離れるようにして、クラッチ切りもできるようにしたいなというふうに考えてます。ほんまのできるかなと思いながら今結構いろいろやっててできるんじゃないかなと。皆さんの親指見たら親指余ってるんで、親指のプロポスイッチ絶対あるでしょ。俺ドア開け閉めしたりね、いろいろしてるからね。でしょ、あそこでクラッチのオフできたらめっちゃ面白いなと思うし、まあもうそうなってきたらどん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 リアルにして、あのバッテリーももちろん出します。はあ、そこまで。バッテリーももう考えてて、あの燃料タンクの形してます。はあ、バッテリーも。で、あのモーターがものすごくくっちゃくちゃなったんで、うんうん、5万回転ぐらいしか回らないから、その代わり今の容量3000とか4000いらないんですよ、もう、うんうん、2000ぐらいの容量にして軽くします、うんうんうん、車体をめちゃくちゃ軽くして、うんうん、あのやるんで、フロントやからあかんとかそんなんじゃなくて、もうそもそも根本的に軽い、うん、で、燃料タンクをお尻につきガチャンってさせたいと、もうコネクタなし、うんうんうん、もうあのアンプから配線をもうシャーシに固定してもらったら、あとはワンタッチでパッチジャコって入れるというよりも、まあ燃料タンクで変えるみたいな、燃料補充しまーすってガチャコってやるような形になってますね。もうそこまで言っていいかどうかわからないですけど、まあまあ言っていいんかな、まあ、ちょっと僕も実はこの3年間言いたかったんやけど、なかなか全然進まなくて、うん、まあちょっと諸事情があって、うんうんうん、うちのスタッフがずっと一緒にやってた子が亡くなっちゃったんで、うん、データも全部飛んじゃったのを今ようやく僕はまた新たにやり直したんで、まあ今年なんとかなるかなっていう形でございます。今の競技は別に邪魔する気は全くないです、うん、もう今の競技は僕もあるし出続けるし、今競技は競技でいいと思うから、うん、僕は皆さんにもう一個お箸休めでこんなん持っとったらどうかなみたいな、そうなってくると実はもうボディラインがどんどん変わってきて、ボディ も実は5年先ぐらいまでほんま埋まってるんですけど、うんうんうん、全部フルノーマルの86シルビア180、うんうんうん、エアロなしのフルノーマルで出そうと思ってるんですよ。何しかあのジオメトリーも全然違ってくるんで、うんうん、そうなると木やれ、幅が細いから計画ないやんけとか、もうそのどこか全く関係ないんで、それでも切れるように、それでも走るようなシャーシを作ってますから、ご期待ください。なるほど。久しぶりに真面目な話しました。はい、夜中の4時だから言うてもた目覚めたわ。目覚めためっちゃ喋ったね、いろいろ情報流して、ちょっと久しぶりに情報流そうかな。僕はあんま情報流さないですけど、そうそうね、はい、あんま流すの好きじゃないんで、はい、外国人パクんなよいやもう無理無理パクんな今のパクんなパクないですあのちゃんとやってくれたら別に何の問題もないです、うんうんうん、僕らはもうちゃんとやってるんで、あの全部版権も払ってるし、そうね、 D1 も今回あの新たにあのスポンサーもなりましたし、うんうん、あの川端さんとか中村君とかああいうところのスポンサーももちろん払わさせていただいてますけど、うんうん、全部いろんなこうしがない、まあ、後ろにいろんな方が働いてるので、うん、そういったものを代表してやらせてもらってるっていうのがメーカーだなというふうに思わせていただいて、それを皆さんに勉強させてもらったところなので、うん、ちゃんとやる方には私はなんぼでもやったらいいと思うし、うん、ちゃんとやらない方は僕は別に知らんしだけし、うん、そういう形でやっていきましょう。これからもよろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。じゃあ皆さん、10月頭ですね。はい、じゃあ皆さんお疲れ様です。おやすみなさい。おやすみなさい。明日香川行くからね。香川行くねんて。アディクションの夢、リアルを求めて走り続ける。全ての RC ノイドに提唱する、見せてもらおうか、リアルグレードの世界を。